いますよと言われた健康法、総理取らないですよね。それと同じことじゃないか。安倍総理大臣。まあ、この、 まあ憲法学者の例として挙げていただいておりますが、まあ、この122人の中で、例えば自衛隊は違憲かどうかという質問に対して、この中でですね、60% を超える方々がですね、まあ、違憲と答えているというのもまあ事実でございますが、違憲と答えているというのもまあ事実でまあございますが、しかし、実際は自衛隊はですね、これ、前川委員も評価をされているように、日本の国防のために役に立っているわけでございます。まあ、そこで、その 99% が、これは健康によくないといったものを使うかどうかということでございますが、しかし、その中でですね、まあ、例えば私のこの病気の場合は、長い間、日本で認可がなされなかった、多くの方々がこれは効用を認めていなかったのでございますが、しかし、やっと効用が認められたらよく聞いたということでございます。その時点では、これは10年前では認められていなかったものがですね、実際にこれは科学的な調査、これは安全保障環境の調査との環境の変化もあるのかもしれませんが、実際に聞いたということもあるのではないかと、このように思います。前川君。朝日新聞のですね、まあ、調査だけではなくて、